サックス奏者の孫よきりょうと申します。東京中心に演奏活動をしております。今月もですねグループレッスンを行いたいと思います。今回でついに6回目になります。まず日程がですね11月の30日土曜日でございます。で今回は3つのコースに分かれております。まず1つ目、基礎特訓コースです。これも前にねやってたコースなんですけれども、まあまたちょっとね一回立ち返って、まあ、もしね興味ある方いたらやろうかなと思います。結構やっぱご質問でいただくのが、まあ、タンギングが早くできません、ロングトーンがうまくいきません、音が小さいって言われます。この3つなので、まあ、これをねみんなで一緒にロングトーンしてタンギング練習してっていうのを、まあ、ぜひ一緒にやっていけたらなと思います。まあ、初心者の、ね、方も大歓迎ですし、経験者の方もぜひ来ていただけるといいなと思います。まあ、個人レッスンでねタンギングとか習えるんですけど、やっぱり同じような、ね、悩み持ってる方の音を聞くっていうのも非常にね重要なレッスンになるかなと思いますので、ご興味ありましたらぜひ。楽器は問いませんので何楽器でも結構でございます。まあ、もちろんねサックスで来てくださいね。で2つ目のコースがですねアンサンブルコース、通常コースですね。これはねもう以前もやったんですけれども、どんな感じでやってるか一回見ていただきましょうか。こちらです。はい、まあこんな感じでねこう初対面の方同士来ていただいて、まあ、もちろんお友達誘っていただいてもいいんですけど来ていただいて、まあその編成にね合わせた曲僕の方でこう事前に楽譜をお送りしますので、それを譜読みしていただいて、で実際に音を出してみると。でまあレッスンの中でポイントポイントでね気をつけていただきたいことだったりとか、吹き方ニュアンスバランスとかをお伝えして、それをまあ実践して、まあ、どれぐらい上手くなれるかなっていうところにねぜひ挑んでいただきたいと思います。まあ普段ねお一人で練習されてる方もやっぱりアンサンブルやるっていうのはかなり特訓になると思いますし、こう短い時間でねギュッと練習するので非常にかなり濃密な時間になってるんじゃないかなって自分では思ってるのでぜひご参加いただけたらと思います。曲はねちょっと発表ができないんですけど、実際に集まってきた編成によってちょっと僕の方で考えたいと、ゆっくりと早いの2曲をやりたいなと思ってますが、ちょっと編成でどうなるかなという感じです。まあ、できればねバリトンの方来てほしいし、ソプラノの方来てほしいし、でもアルトもテナーも来てほしいです。アルトがめっちゃ多い時もあればねテナーがめっちゃ多い時もあったり、こういろいろばらつきはあるんでしょうがないんですけど、ソプラノとバリトンは大体いつも不足しておりますので、ぜひぜひぜひ来てください。そして3つ目がですね、これもアンサンブルコースなんですけれども、アンサンブルコースプレミアム怪しいっていうのも、まあ、前回のレッスン来てくださった方にはちょっとねお話ししたんですけれども、僕が編曲した曲があります。それはサックス60奏なんですよ。ソプラノ、アルト、アルト、テナー、テナー、バリなんですけれども、まあまあ難しいです。なので3つ目のコースは初心者の方はごめんなさい、多分無理だと思います。ちょっと腕に自信のある方にぜひ来ていただきたいんですけど、別にハードルを上げる気は全然ないです。ただちょっと難しいです。弱気にならず強気で来ていただきたいっていう気持ちがかなり強いので、ただシャープがちょっと多いです。フラットも多かったりします。ただバリトン以外は最悪自分入っちゃおうかなぐらいの感じでは思ってるんで、僕が入って成立させるというパターンもあり得るんですけど、できればちょっとバランスは取りたいんで、で一応定員は各コース10名です。ですが、ちょっと編成とかね、欲しい楽器によっては少し猶予を持たせたりする可能性もありますし、もしかしたら申し込んでいただいたタイミングでごめんなさいっていう可能性もなきにしもあらずなので、やりたいって方はなるべく早く申し込んでいただいた方がいいです。ぜひよろしくお願いします。で時間に関してですね、1、基礎特訓コースは、朝11時半から1時までの1時間半。2つ目のアンサンブルコース、まあ、これアンサンブル並コースなんですけど、まあ1時半から3時の1時間半で、3つ目のアンサンブルコースプレミアムは、3時半から5時半、ここだけね2時間です、難しいからという感じでございます。で場所は、前回もねこちらでやったんですけれども、新大久保にあります、管楽器専門店ダクさんのレンタルスタジオデビューというところで、グランドスタジオというところを取っております。1コマ8000円でスタジオ代と教材費が込みでございます。まあ、どれもねかなり面白い
内容にはできるかなとは思っております。ただまあやっぱりね、こういろんな人と出会うっていうのがね、非常に僕は大切だなと思っておりますので、お友達作りでもぜひOK ですし、そういう知らない世界にちょっと飛び込んでみたいよって方もお待ちしておりますし、今まで来てもっと頑張るっていう方もぜひお待ちしております。フォームね、概要欄にございますので、ぜひお申し込みください。ちょっとまだね、こちら募集はまだかけないんですけれども、12月も一応行います。もうラスト回ですね、年内。日時は12月14日です。で、時間の感じはほぼ同じです。11時半から5時半ぐらいまでで、3つぐらいやろうとは思っております。で、場所は、ちょっと変わるんですけど、新宿のオトレンというところを押さえております。で、12月の内容に関してはまあちょっとまだ未定ですが、まあそういうね、基礎練習のコースとアンサンブルコースで、アンサンブルはごめんなさい、もう絶対クリスマスソングやりたいんで、クリスマスソングだけをやるアンサンブルコースです。ね、両方11月30日と12月14日両方来ていただいても結構ですし、12月14日だけでも結構ですし、12月の募集に関してはちょっとね、来週以降の募集になると思いますので、そっちに来たいよって方はぜひそれでも OK ですのでお待ちしております。そしてちょっとここで宣伝ですけれども、12月4日にね、 CD 私の CD の発売記念ライブを行います。本当に気合い入っておりますし、ボーカルがねしっかり入ってるライブなので、かなり聴いてて楽しいライブになるんじゃないかなと思います。 CD の発売はもうちょっとお待ちください。いろいろ今月はね、発表あるってねずっと言ってたんですけど、もう本当にいろいろあるんで、いろいろお楽しみください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。